イチです、今日はですね、留守で、遊んでおります。オープン日です。おめでとうございます。さあちょっとですね、リフトトーク行ってみましょう。じゃあちょっとね、今日せっかくみんなで滑ってるんで、軽くね質問をね聞きながら、質問したいと思います。何か質問ある人。はいはい。なんで2日目なのにそんなに滑れるんですか。体動くんですか。あ、僕3日目です。3日目まあ、3日目でも多分あの僕あの、まあ、全然滑れてないですよ。正直全然滑れてないけど、多分僕一年中毎日スノーボードの映像を見てるんですよ。常に、まあ、ずっとパソコン見ながら編集してるんで、あの脳みその中では常に滑ってるんですよ。でその毎日頭の中で常に映像を見てるから、まあそして今年はこう改善したいなっていうのをそれを見てるうちにどんどん見えてくるんですか。去年の映像とか滑ってとか編集したりとか、うんうん、まあハウトゥーするんですけども、実際スローとか細かいのとか見てて、あ、ここが今年こうだから、去年の滑りはこうだから今年はこういう滑りに変えていきたいなみたいなのを、まあ一年中夏の間もずっとパソコン移動ながらやってるんで、それであの頭の中のイメージ、あれ体がまだついてる、体がついててないんで足がパンパンなんじゃない足がパンパンになるんですけど、まあまあそれでも多分イメージはある程度固まってて、逆に今シーズンはこうしたいなーっていうなんか目標的なスピードがあって、向かってこういう風に変えていこうみたいな目標を入れてるかなと思います。ありがとうございます。はい質問ある人。はい、はい、シーズン始めで気をつけることって何ですか。はい、シーズン始めで気をつけることは、まず、まあ、今の僕のさっきのやつの話もあったんですけど、体と気持ちがずれてるんですよね。確実に気持ちって結構もうシーズン頭だから、もう半年間たまりにたまってきたものが爆発するんですよ。もう逆に言えば気持ちは去年のシーズンオフの頃のちょっとあの慣れてきてるからよりも新鮮になってるから、もっともっとなんか逆に盛り上がっちゃう感じになるじゃないですか。もうシーズン頭来た、雪来たよってテンションだけ上がって、でも体っていうのは決して去年のシーズン終わりの頃の出来上がった仕上がった感じとは全く言ってしまえば、それよりもかなり低い状態からのスタートになってきて、あのそこでのズレが生じちゃう。でそこのズレが、まあ、理解できてる人ってあ、こうしてまだまだこんぐらい作ろうかなっていう感じの気持ちになるんだけども、そこがわからない人はもうなんで転ぶかわかんないけど、あの時去年できた技ができないよ、去年できた滑りができないよって言って無理して何回も打つ。そうすると変に怪我してしまうあるので、基本的には気持ちと体のズレ、技術的なズレっていうのをちゃんと理解して、まあ、少しちゃんとあの無理せずに体ができる板と仲良くなれるまであの軽くならしって言って気持ちを忘れずにあの 40% ぐらいですね去年のシーズンオフの一番調子良かったなって、トップシーズンでもいいけど一番良かったなってのが100だとしたら、50以下ぐらいの動きで滑るようにしてあげて、多分ようやく気持ちと体が多分ちゃんと合ってくるかなって思って、無理はしない。で特に怪我はしない。シーズン頭に怪我してシーズン終了したなんて言いましょう無理せず、はい、皆さんも気をつけて怪我しないようにしていきましょうという感じでだと思います。ありがとうございます。はい、じゃあリフト降り場が近づいてまいりましたので、今回のリフトトーク以上です。